さあ、アキセ、さらにレンちゃん、トン、三曲、日本馬、京田栗一望も一本ちょっとずつちょっとずつ煮詰まってきてます ね、 そうですね、点数状況が、うん、サードラ9ピンです。がドイツ、まあ秋瀬としては、まあ、別に感触めっちゃいいってわけでもないし、はい、上がりてーって思うくらい高い手じゃなかったんで、うんうん、連チャンできたからまあよしって感じです ね、 そうですね。まあ実際1000オールの宣言、まあ、1500点だとちょっと少ないですけど、まああんまりって感じですか。はい、これはそんな感じはしますね。3つドイツ、なんかすごかったですね今。ペイはペイ持ってなかったっけ。持ってるよね。はい、ペアポン、これポンポンポンのトンタン希少数字あるか、うん、いつもすぐテンパりそうだ、うん、4数シャーも浮いてる。おそして清水は中盤とすごい手だな。初ナイター、ちゃんたか本一にはしたいからローピンって感じかな。やっぱ打点欲しいですよね。はい、現状清水は、まあ、2着目3着目ですね、うん、おいいとこ引いた。3着目なんですけどヤクヤクの2600人はしたくないんですよね、はい、これそうちゃんとか本一にはしたい。嘘を打ちますか、なんかそうなったら本一にできますからね、はい、一歩前進リャンシャンテン、おとなしは自然に本一にもできてる。おシャア出ましたよ、はい、ポンです。ポン、ポン、そして天敗、うーん、乱造を切りましたね、うん、ウーソーを切っておくと、まあ、イーソー引きスライドで薬屋、うん、薬屋はないのか、本一チャンタル、はい、本一チャンタル3900になるんですけど、うんうん、9ピン、ドラだ、これはちょっときつい、ドラ、うん、ナンはポンですね。サトンを持ってくれば少数し、これめっちゃ怖いですね。何シャーペーポンで急走短期でトンバイ1、4スとしてはどうしてこうなったと。そしてテンパイテンパイだけど、まあ、ね、リーチは打つことはないかな。ちょっと行きづらいですね。ヤンマンイーワンになるか、またはもういっぱいいたりとも何一つ打ちたくないでもう檻に回るか、これちょっと考えましょうか。まあ、一応ソーズの手出しが続いているので、うん、ソーズの本一っぽくは見えるでしょうが、まあ、余ってるところからの間違いだったり、素直なポンテンだったり、はい、あとはトイトイの可能性がありますからね、うん、ダマテン縦置きもある、はい、まあ、うっかりつもは上がれますよ、うん、そしてあの仕掛けに対して清水はもう9ピンを絶対打てないですね、はい、これまあ、キセもちょっと絶対、はい、パ絶対とは言わないか、パン、あ、あ、助かったこれで9ピンは通りました。9ピン短期にはしない。あ、役がない。あれ、なん泣いたのか。いや、なん泣いてるから。なん泣きましたね、そうだ。9ピン短期にするという手もありました。はい、ありましたね。ポン出しパーソンなんで、結局今のところこの急走短期もまず出上がりは見込めないんで、うん、だったら、でも少しでも短期コロコロ思わせたくないのかな。この9ピン助かったことによって清水が上がる可能性も浮上してきましたね、うん、まあトン持ってきたら全員降りるんですけどね。そうですね。音なしの急走は、今清水が統一で残り1枚、うん、待って、トンって山さんじゃないですか。そうなんです。あ、来た、これです。これまたちょっと声、これは嬉しい、声静かにしましょうか。これつも上がりありますよ。やばい、トンに山なんですけどさすがにみんなが打つことはないでしょ、はい、打つことはないけどつもある。もうこれだって最終形だもん。これ右端に置いとくのちょっと怖いですね、見てて。いや怖いポロッとこぼさないから、まあ、でもこぼしたところでなんですけどね。まあ、こぼしてもこぼさなくてもほとんど誰も打たないからいいんですけどチーソーか、これはね、ポン出しパーソー、万が一の本一といたりとかがあるのかな、うん、でも手出ししてるんですよね急走ね。だとしたらシャンポンで当たることはまずなくて、数層、はい、切ってるからスチー層にも当たんない、うん、シャンポン、うん、理屈的にはかなり通りそう、はい、今切ります。チーソーも押せそうかな。トンが見えてこない。トンはどこにいるのか。あるとしたら、うん、なんだろう。いやでもないな。7789トン、うん、ないないない。チーソー切ってトン短期にするし、
チーソーはかなり通りそうですね。ローソーか、これはま、これは普通にあるから、まあ、G1 が通ってますね。G9 案になりますかね、うん、ただウッパッソーはフリケンだけどもそんなこと言ってる場合じゃない、はい、カンヤメに近いなこのチューンは、うん、サマダイルトン、うん、G1 打ったところで9案も打ちたくないんですよね。これ小数シートは限らないじゃないですか。そうですね、端牌の翻弄トイトイでも8000ありますからね、うん、今イーソーが通りました。トン減りました。トンは減ってません。まだ2枚いんの、やばいな。さあどこだ、トンがいるか。うわ、怖い怖い、もう見てらんない。いやこの順目でニヤマはマジでありますよ。すごいですね、音だし、うん、さっきも国士、そうですね、イシャンテンでしたけど、めちゃくちゃ上がれそうな国士だったけど、今回もまためちゃくちゃ上がれそうな小数士だ。さあ現状ラス目の音なし、これを積もればトップ目。いや怖い、まだ減らない、減らないですね。 いるよこれ、これマジで、うおー、想像はいっぱいいる。あ、ここに1枚来ました。まだあと1枚いますよ、でも、はい、残り1枚、あと1杯か。さあどうだ、ただ大人しとしてはこれ感触ないでしょうね、この特にチューン暗号落としとか、はい、もうみんな撤収してるから、うん、持たれたかなと思いますか ね、 そうですよね、はい、まだいますよ。形的にはテンパイだけど上がれなそうだなって思いますよね、うん、そうですね、上がれないとなると5人もね惜しいんですよね。そうなんですよ、これ万が一のトイトイもあるから、うん、ションパイ打ちたくなくて、そう考えると4スこれ実は手詰まり、うん、手詰まりか。想図はまず打たないし、白も打ってない、白も打ってない、パーピンは表示牌にいっぱい、うん、なるほどね。清水優勝とパーピンは通る、パーピンか、パーピンね、今通った。いや難しいな、はい、パーピン打つかな。さあまだトンが1枚まだいる、どうだ、ない、まだ残り積もはかなりあります、うん、数ワン増えたけど4数には増えてない、うん、小さく打ちますね。イーソーは通っている、チーソーも通っている、安牌は足りてますね。アキセは一応イーシャンテンだけどサブロスは打てないんで無理。これは初、これは、うん、安全牌だが、うんうんうん、まあ、どの牌から切るかを悩んでますかね。さあ急走、いいピンも通ってないんだ。さあどうだ、トンいないか。いや怖い、でもまだいますよ、まだ1個いるよ。うん、まだ1個いる、まだいる、まだいる、まだいるよ。残り積もあと2回か3回か、いないか、あと3回ですね、あと3回、あの中に1枚ある、これであと2回ですね、あと2回積も番がある。そうですね、あと2回か。アキセ止まった、手詰まった、手詰まった、いいピンも打ちづらいか、ションパイだし、ね、翻弄トイトイ系だとしたらいかにも初代2ピンって統一固定に見えなくもない、うん、だとしたらトイトイには当たらないローワンなのかな、うん、そんな感じがする。マンズ筋でいきました、筋のウーソーか、まあ、ウーソーも1枚切れですからね、ローワンの方が安全そうですけどね、うん、例えばあそこまで何シャーペイの種あって、はい、マンズ445から4切るってことはまずないんで、うん、本一チートへの目消すことになりますからね、はい、ローワンの方が安全だったかな。さあ慎重に牌を選ぶ、うん、ま、2ピンは打ってない、チーマンが現物ですね、安全牌いっぱいある、はい、今多分数えてたんでしょうね、うん、初感したら音無、ね、さんの相撲盤消えないかなとか考えたけど、うん、配定になるだけ、むしろ良くないあんま関係ないか、うん、そうですね
ただまあ本郎党だったらドラ乗って廃鉄持って倍満ですとか言われる可能性あるんで、100万とは限りませんからね、はい、そうですそうです。サブロスは本一の可能性あるから打てないでしょ。ローワンに1票、パーマンはションパイだから無理、うん、6球はないし、ローワンあんこだから、うん、ローワンは短期しか刺さらない。理屈でローワンっぽいな。そうも3枚見え、うん、そうですね。サブロスが否定できません。ウーワンも1切れか、うん、スーワンも3枚、うん、しかし、うんうん、E1 は数字ですがションパイ、うん、ションパイの端牌はまず打たないですからね。サブラッソを打とうとしている、通る根拠あるのか。ウーソーワンチャンス、うん、もう全部想像つもぎってるからうーん、いやーでもなんかもうここまで来てると関係ないからな。うん、ここはねじっくり時間考え、いいピン、おーいいピン、あーいなかった、あと1個いたのにな、あーここにいた、なんて意地悪なんだ。さあ、おとなしの一人天敗で流局、いやー山にいましたね。いやー悔しいですね。息詰まる一局でした。うん、国士に続き今度は少数士でしたが、そうですね。さあトーン4局に移ります。いや周りとしてはほっと一息ですよ ね、 特にトンの見えてなかった清水と秋瀬はもう気が気じゃないですね、うん、いやむしろ最後にトン持ってきた4数とかもそうですよね、はい、うわいたみたいな感じですよね、って感じですね